家で作ったたこ焼きに飽きたと。まあ食欲の秋ですからね、これから美味しい食べ物もいっぱいありますからね、別にたこ焼きにこだわることないですよね。だって飽きたんだから。まあそうそうそう、まあ食欲の秋なんですね。たこ焼きに飽き飽き、よし、よし、前振りはもう十分だ。本当にね、夜中に電話しよう。よし電話しよう。うん、今すぐしよう。電話しよう。まあもうやっぱりね、秋の夜中っつったらね、夜中に電話しないと始まらんわけですよ、はい、ほんまにね、ほんまにね。マギレギュラーですから、あいつはね、とうとうね、相変わらず、相変わらずお便りには、お便りには回答しないんですよ。うん、しないね。よし、電話しよう。電話しよう。うん。世の中くん、そうだそうだ。この間も話してたんですよ。うん。うん、まあそろそろね、うん、そういう時期なんじゃねえのっつって。うん、ねえ、もうあれから1年ですか。もしもし。あ、もしもし？もしもし、お疲れ様です。世の中くん？はい、よろしく。今大丈夫？え、大丈夫ですよ。いやー、この前のビタミンのイベントお疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやいや、ユナワ君にはね、本当にね、いろいろお世話になって、この番組的にもね。ありがとうね。毎回なんか呼んでいただいてありがとうございます。いやいや、何言ってんですか。まあもうそろそろ秋なんでね、電話来る頃だと思ったでしょ。もう、嫌な予感はしてました。嫌な予感って言わないでよ。この番組のレギュラーじゃない。DJS ファミリーじゃない。ありがとうございます。いや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 ね。そういえばね、あのね、ヨナガ君が出演した牛黒毛の子あったじゃん。はい。ね、あれね、劇場で流すことになったんだよね。おめでとうございます。いや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 、ヨナガ君も出るんだよ。なんかどうもあれじゃない。噂によると、ヨナガ君はつい最近この話知ったらしいじゃない。そうです。全く知らなくて全く何も知らされてなくて、ね、なんかファンの人たちから、はあ、劇場版おめでとうございますって言われて、ファンの方から聞いた。何それ、そう、どういうこと、何か、え、それ何があるのって言ったら、え、なんか DJS がなんかムービーっていうか映画化するらしいですよって言って、はあ、あれ、何も事務所からとかも何も聞いてないんだけど、おいおいおい、映画化するのかと思ってびっくりしましたよ。すごい事務所だね、ケンプロってのは。笑い事じゃないんじゃないのか。いやまあでもね、ヨナワ君もこれでムービースターだから。ちょっと、本当なんかね、違う意味でのなんか。何を言ってるんだ、もう立派なムービースターだからね。いやいやいや、これからもよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いします。はい、あ、ところでさ、はい、悪いんだけど、はい、秋をテーマで、今年も新作ダジャレお願いできないかな。はい、やっぱりね、これ聞かないとね、秋になった気がしないんだよね。はい、わかりました。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますね。ねえ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 、知ってる？あのさ、今流行ってるんだよ。クリッター。一緒にやろうよ。クリクリってね。若干下ネタ。ありがとうね。じゃあね、バイバーイ。バイバイ。いやぁ渾身の渾身の秋ダジャレですよ。秋ダジャレがね来ましたね。いやぁすごいね、はい、すごいポテンシャルだね、やつは。ただね、ビタミンのイベントの時に、うん、今から用意しときますねってすごい言ってたから。あ、用意してたのかな。あ、しまったー。何？野永くんさ、10月22日に出る DJS 響きのドラマ CD でブラック響きの望む役だったのに、うん、そのお礼言うの忘れてた。あー、バカ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 、俺のバカー。神谷さん、それは良くないです。そんな不義理なことをしちゃダメダメ。そうだよね、ほんと申し訳ない。よし、もう一回電話しよう。しよう。もしもし。もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。ヨナガくん、はい、いやさ、ヨナガッパ、はい、ヨナガッパです。カッパだーれだ。だーれだ。小林ちゃんこちゃんこさんですか。小野大輔だよ。この間お疲れ様。お疲れ様でした。ビタミンのイベント、盛り上がりましたね。よかったですよ。本当にね、ヨナガくんの髪型可愛かったよ。本当ですか。うん、あとなりっていうのが可愛かった。うん、なんとかですぞっていうのも可愛かった。まあでもそれは俺いつも真似してるんだぜ。ええよ。嘘だけど。嘘なのかい。あ、そうそう、ヨナガくん。はい、はい、何でしょうか。ヨナガくんね、さっきね、はい、ごめんごめんね、言い忘れたことがあったんだよね。はい、あのさ、
DJS 響きのドラマ CD にさ、はい、出てくれたよね。出ましたね、はい、出たよね、望む役で。はい、望む役で、はい、出演してくれてありがとな。なんかイラッと、何本当に思ってるぜ。本当ですか。うん、どうだったの、望む役やってみて。あのね、大変というかですね、うん、あの現場に行ってまず第一声に言われたのがですね、うん、あのほらイラストが割と可愛い感じのイラストだったじゃないですか。そうだよね、うん、はい、なんで、うん、あのいつも通り、まあ、ちょっと可愛い感じの、うん、あの芝居で作ってきたらですね、はい、当日現場に入ったらですね、うん、あの着るだけかっこいい子でお願いしますって言われてあれあれれれと思って、あの、オッケーさんはね、すごいあのかっこいいキャラクターで、そうだね、大丈夫だったんですけど、与永くんも、与永くん史上、そうですね、できる限りのかっこいい声でと。かっこいい声で、出し得る限りのかっこいい声で頑張ってっていうふうに。すごい指示だね、それ大変だったね。もうびっくりした、ね、かっこいい声出た、できる限りは頑張ってみましたです。おー、これでも聞いてほしいね、じゃあね、ファンの方々にね。聞いてほしいですね。これからかっこいい与永翼を聞いてくれと。そういう感じで ね、うん。可愛いだけじゃないんだぞっていうところ。可愛いだけじゃない。ところでさ。はい。急ですね。はい。悪いんだけど。はいはい。本当悪いんだけど。はい。秋をテーマでもう一個新作ダジャレお願いできないかな。さっきの、大丈夫でしたかね。さっきのね、うん、バカウケ。本当ですか。もうバカウケ、みんな。もう一回、もう一回、秋ダジャレ、お願いできないかな。わかりました。わかりました。頑張ります。お願いします。はい、じゃあ、いきますね。うん。この秋スタート。月曜夜9時、新ドラマ、白い巨峰、お楽しみ。はい、そんなんでどうでしょうか。大丈夫、ね、医療ドラマありがとう、じゃあね。あ、そう、はい、次は2011年の秋に電話するね。あ、うん、はい、バイバイ、バイバイ、来て。なんつったの、あいつ。白い巨峰、ダジャレお願いしたよね。ダジャレですよ。ダジャレの解説をお願いしたらよかったかな。もう一回かける？これちょっともう一回かけましょう。もう一回かけましょう。ちょっと今一生が不利な感じがしたから、もう一回かけますか。あ、そうですか。もう一回かけますか。もう一回かけよう。じゃあ、今度は二人でいきますか。そうだね。はい。もしもし。もしもし、与永くん？はい。あ、神谷だけど。与永っぱ？うん。小野です。うん。さっきさ、はいはい。ギャグ披露してくれたじゃん。はいはい。解説してくれる？難しかった。うん。どっち？え、2個目のやつ。巨峰の方？はい。巨峰の方。とある、ぶどう農園の話です。ぶどう農園の話。ぶどう農園の話。何が、ごめん。その設定じゃなくて、うん、どこが面白かったのかなっていう。ちょっとごめんね、なんかギャグのさ、解説をお願いするのはちょっと酷だとは思うんだけど、そうだね、ちょっとさ、わかんなかったんだよね。ごめんな。僕、消えてなくなってもいいですか？ちょっと待って。そんなことないよ。まだ言ってんじゃないよ。あの、パッと出てきたやつなんで、ね。あ、パッと出てきたんだ。そう、まあ、一応、なんか。パッと、パッと出るな。もしかしたらさ、もう一個ぐらいパッと出るんじゃない？やっぱりさ、ちょっとさ、微妙に不作な感じがしたからさ、この秋は、ね、秋はやっぱり豊作で迎えたいんだよね、与永くん。お願い。だから、悪いけど、段取りにもなかったけど、もう一個、秋の新作ギャグ、お願いできないかな。なんだこれ、本当に台本ないぞ。お願いします、もう一個、新作で、秋ダジャレ、いいですか？小野くんからもお願いして。お願い。はい、頑張ってみます。よっしゃ。すげえ。ちょっと待ってくださいね。はい。ブーン。整ったら教えて。うん、はい、了解です。どうしようかな。ほんと、ガチ考えてます。与永くんガチ考えてる。じゃあ、多分、もう、何が起こっても知りませんよ。はい。できましたか？はい。はい。では、お願いします。まあ、ち
ちょっと二人ともやめてくださいよ。そんなことないっす。ありがとう、バイバイ。来年ね。来年ね。来年ね。なしできたか。いや、今年も豊作だったね。豊作じゃ。ヨナ君ありがとうね。次は2011年の秋に電話するよ。ということで、純愛教先生、たこ焼きが来てもしばらくは秋の味覚を楽しんでみてはいかがですか？いかがですか？